同じ聞かせることを皆さん考えてるんですよ、ね、でしかもそれの証拠というかっていうのがもうどんどん出てきているし、まあ、インターネットの情報などどうしてもありますけど、ただテレビとかにない真実があるわけですよ。そういうのを見つけた時に、この名前なんていうのかを、みんなで聞いてるかと思ったりとか、話し合いながら、デモに参加したりとか、自己検討したりとかして、なんとか決断しないと、やばいな。マニフェストに関して最初に言われたけど、何よりね、改革ができてないというところはまずいと思う、この民主党は。なんかこう、自民党にはない部分を国民は結果としては期待したわけじゃない、その当時だよ、まあ、そうですね、うん、その当時、まあ、今となっては、ね、改革なんかも全然いらないですけどね、正しいことをする人がいれば、行動なんて別に何でもいらなくって、まあ、小泉さんとかも行動改革だってやりましたけど、結局何も残ってない、うん、だからそういうのに、まあ、メディアにこう先導されてるのに、それと相まって、不思議な挑戦に、これだけ日本をバカにされてるのにもかかわらず、ほい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 訪中する、交換して、何でも返しちゃう。で、3.11 未曾有の大災害が起きたのですね、起きたにもかかわらず、その現地の方が、じゃあ借金してもうやるかと、ゼロからやるか、マイナスからやるかっていうという時に TPP に交渉参加する、うん、そしたらもう作っても、借金して作っても売れるのかって、みんなもう楽観してますよ。アメリカとの差は、正直言って弱いよね、なんていうのを言ってもいいのかな。GDP 増前だったかどうか、まあ、5時で4兆円でフラッグ。フラッグなんで別に、お金全部上げたわけじゃもちろんないのは知ってますけれども、はいはい、そんなアピールないと思うんです。なるほど。しかもその調整の長期付きですよ、ね。正直言ってそこの部分は、正直言って不勉強だわ。でそれが、全く国民に対して、なんですか、やりますけどいいですかとかっていう全くなく、彼の独断でどんどん進んで、今もそうじゃないですか、今もどんどん独断で進んでいくっていうのが最新かな。なるほど。そういうことだとね。あとは TPP もそうですけど、はい、あとはスワップも言いましたね。あとそうですよ、一番気持ち悪いのが、極左である民主党さんが、社会党の生き残りである民主党さんが、天皇皇室に対して手を突っ込み始めた。この時期にですよ。あ、いやいやいや、女性そうですそうです、はいはい、何言っちゃってんだろうっていう、もうおかしいですよ、この1年、まあ、いろんな方がいらっしゃるので、言われる通り、社会統計の人もいれば、別にそれがいいとか悪いとか言ってるわけじゃないんだけど、日本のためにならない、特定アジアの国、極左の国のためだけにやってるっていうのを、と言わざるを得ないですね、これまで見てると。ある国会議員だった人が、民主党の中で言ってたのは、民主党の悪いところってどういうことですかっていうふうに聞いたときに、社会主義だった。そうですね、全体主義。でちょっと今どうせ回ってるんだろうから名前を本当は言いたいんだけど、言えないんだけどさ、別に言ってもいいですよ、うん、それはね、確かにその通りだなと思うね、なんていうのかな、ばらまき型というか、まあ、もちろん選挙を超えていくにはどの党だって必要なことかもしれないけど、それにしたってっていう部分はやっぱあるよね。この3代はそういう部分で売国と言われたから、それはまあ分かるなと思う。まだまだ言ってないです。本当は原田さんのようにこう原田さんにこう来て、まあ、前原田さんって呼ぶんですか、ね、ああ埼玉市議会の結構これ始めた当初に、やっぱり中川さんにも話をしたいなみたいなので近づいてきて、まあ、いろいろ話したんですけど、はいはい、そういう方は、実はごく少数です。ほとんどの民主党の人間って、この前、有楽町で暴力事件ありましたけど、あ、そうなんだ。
あのニュースでもウォールストリートジャーナルでも出ましたよ。あの近藤洋介って、うん、出てます。あれが、うん、あの外交演説を使うときに、うん、女性の方が、うん、あの抗議をしたんですね。そしたらその職員の中山一郎とかっていう、うん、その民主党の人間ですよ。それが夜来るって言ったんですよ。でも周りの人は、まあ、そもそもその外交に誰も聞いてないんですよ、はい。でまあたまたまそれを撮ってた人がいて、うん、まあちゃんと、まあ、なんとかかろうじて表には出ましたけど、で、ニュースになったんですよね。そういう、まあ、言論が、で、今、人権侵害機関というの名前がどんどん変わってますけど、ご存知ですよね。そうです。20日に閣議決定されると言われていた、はい、ROS。チラシってないですか？あります、あります。俺にもあげるからって言って、僕に何か。なぜ民主党から出馬されたんですか？本当ね、これにも聞いたい。もともと民主党、あんまり正直言ってね、変わらないよ。もともと民主党でらっしゃるんですか？皆さんの感覚、いいえ。最初はどちら？何が変わらないんですって？16年前に俺市議会議員になったんだけど、16年間ずっと無所属だったので、このままでいらっしゃったらよかったのに。よく言われる。これ一応ですね、これあの事件です。何やってんだとは思わないから。なぜ民主党から出馬されたんですか？本当ね、これにも聞いたい。もともと民主党、あんまり正直言ってね、変わらないよ。もともと民主党でらっしゃるんですか？皆さんの感覚、いいえ。最初はどちら？何が変わらないんですって？16年前に俺市議会議員になったんだけど、16年間ずっと無所属だったので、このままでいらっしゃったらよかったのに。よく言われる。これ一応ですね、これあの次回の選挙対策用に、なるほど、あのこれ僕のビラです。あ、ありがとうございます。もしよろしく、あのご迷惑なければお名刺かなんて。いやいや、全然さっきもお渡ししようとか。あ、すいません、失礼します。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと私の方から終わってくれます。山田さん、どちらの方にボランティアに行かれたんですか？ボランティアっていうか、察知なくて、何が足らないですかっていうふうな、一人で行ったのよ。で、その4回行ったんだけど、まあ、さすがに4回ぐらい行かないと、青森からね、それこそ千葉ぐらいまで被災してるわけだから、回りきれなかったので、それは、ある程度、全部とは言わないけど、ね、回ってきました。本当は持っていつもチラシあるんですけど、ちょっと昨日雨だったのでちょっと少なめなんですけど、これはあの立ち上がりのコンさんが皆さんに無償で提供してくださってるやつで、これも実は民主党さんから始まった法案じゃなくて、法務省が法制時代から自分たちの天下り先に行ってして新たなこう箱を作りたいがためか、まあ、作り、こう出してる法案だって提案してるんですけど、の人たち、反抗期がいつまで経っても終わらないですね。極左の甘ったれの人間たちと、極左の人間がそこに目をつけて、金を注入して、結託して日本をおかしくしようとしているんですよ。日本人のその、反抗期の終わらない、その頭おかしいやつら、嫌い左翼とかってよく言いますけど、彼らも多分、亡くなって分かると思うんですけど、亡くなったら我々は困っちゃうんで、彼だけが困るから、知らない。なんでみんなそうですか？そうなんだ。里親も菅も全部。あ、菅さんもそうね、言われてるんですか？で、結局、外国の話、ちょっと最初に戻るんですけど、民主党内って、社会人も多すぎませんか？あ、そうなんだ。70名います。70名近く。70名とか80名いるっていうの。そんなにいるの？全部別に調べたわけじゃないですけど、れっとした新聞、国民新聞という新聞で出てます。彼はもう完全なベタベタな機械人なんですから。そうなんだ。で、その、菅直人の奥さんとか、里山の奥さんとか、で、彼の
彼の師匠がなんかいまいちの後だっていう話もあるし、まあ、彼も、これ、彼が、まだ、諸族に殴られた方がいいと思いますよ。ああ、よく言われます。有権者。絶対次は、ないよ、ね。阻止してみせますので。で、今解散を一日も早くさせないといけないと思って戦ってるんですよ。民主党のが1日延命するだけで日本は1日多分寿命が厳しいので、1日じゃないかもしれません、日本で1年かもしれないで、一番自民党よりもあれ、もう全然ですよ。だから自民党の良さが今みんな分かってるんですよ。民主党で分かってるんですよ。ああそう、これだけ無関心で60年間、まあ、じわじわと売国してたんだと思うんです。切り捨てた人間たちの中にもいると思うんですけど、ただこれだけ無関心でもな、なん、まあ、なんとかやってこれたのは、自民党のおかげだなっていうのは、私は個人的に痛感する。ああ、そう。逆に民主党の方を持つつもりはないけどさ。いや、どっちにしてもね、国にしっかりしてもらわないと、ちょっと話にならないでしょっていうふうなことよ、俺が言いたいのは。中田さんとしては、そうだと思うんですけど、我々もしっかりしてもらう必要は全くなくて、もうやめてくれ、解散してくれ。はいはいはい。民主党にっていうことも言えるけど、逆に、その、お名前わかんないからあれだけど、はい、皆さんの立場で言うと、はい、国にしっかりしてもらいたいという意味。そうですね、取り替えてもらって、ちゃんとやる気で、ちゃんと機能する人間たちで、はい、民主党の悪いところって、はい、無能なんじゃなくて、特定アジアのために全力疾走なんですよ。もうそれが困っちゃうんですよね。特にこの彼は、さっきの、今の総理は、今まではよく言われますけど、鳩山さんとかっていうのは、まあ、まあ、なんか言い方ですけど、バカ。何もしない。ただ、あんまり、何もしなかったんですけど、うん、彼は野良で来られるとどんどんやっちゃうんですよ、うん、外国を、外国を、それが困ってます、うん。まあ、今一番悪いのは、まあ、民主党もそうなんですけど、メディアが一番悪くて、うん、本当だったら100回も200回も解散する、ネタがいるあるのに、まだ延命させてる、で延命させてますって自分たちで言ってますからね。あ、そう、そういう動画も全部残ってますよ。読売新聞なんかすごいけどね、民主党なんかね。いやでも昔の麻生さんとかの時もこの日じゃないですよ。ああ、バーがどうのこうの、ラーメンの料金がどうの感じがと、まあそれに、それになんかもうあーって呆然と、なんかぼーっと見てた俺とかなんかも本当にバカだったんですけど、今の、まあ、今のメディアってメディアも昔からひどかったんだなっていうのは今本当によくわかりますけど、何も言えないじゃないですか、人権、さっきの人権法は。勉強してないよね、メディアは。それは痛切に感じるな。まあ、収支報告書とかも結構今、インターネット普及してますので、民主党のとかで結構みんな洗ってる調査班もあるんですよね、全然知らないんですけど、知らない人なんですけど、そういうの見ると、メディアにも金がばらまかれてるんですよ。中川さんご存じないかもしれませんけど、電通とか、報道とかにバラバラ配られてて、それは自民党もやってたかもしれないんですけど、すごいあからさまなんですよ。で、さらに、特定アジアとのつながりが非常にわかるのは、身をもって我々は知ってるんですけど、デモとか出るじゃないですか。はいはいはい、デモとか出ると、それがユーストリームとか、ニコニコ動画とかで中継をされるんですよ。今はそうなんですよ。その時に、いわゆる工作員って言うんですけど、はいはい、そういうやってる人たちに対して、批判をするコメントを書き込み合ってたらいいんですよ。それが、民主党を解散しなくてデモなのに関わらず、なぜか、朝鮮人が湧いてくるんですよ。結局彼らにとっては民主党政策というのは日本を救うための絶好の道具なんです。今その流れというのはみんなの通り、民主党は私たちがダメだなと思っているので、今みんなの通りいつもこのように流れ始めている人なんですけど、そうはさせないということでこの出しが出ていて、次は今維新にもうメディアも流し込んでるじゃないですか、どんどん煽っているのをなんとか止めて脇を冷まして、自民党に戻そうと。自民党のお金は、みんなあるけど、とりあえずよくはないですね。みんなここで何人ぐらいやってるの？もう毎日入れ替えとかなんで、入れ替えとかで。まあ、最大ででも9人。最初の人が9人。